皆さんこんばんは。石川県金沢市出身、吉田姉妹の姉、吉田香織です。今日の企画は Under40 メンバーでクリスマスプレゼントを贈り合おうと思います。みんなどんなプレゼントを贈り合ったのでしょうか。それではスタートです。森田彩サンタからプレゼントが届きました。早速開けていきたいと思います。シャカシャカ音がします。お、なんだろう、かわいいサンタクロースのシール。なんて書いてある？ミシェリーロット。巾着になってます。あら、で黒いフリフリがついてる保湿マスクでした。とてもふわふわした素材です。筒状になってるので顔からこういってこうやって耳にかけるんですね。とても可愛い保湿マスク、ありがとうございます。それでは次は手紙を読んでいきたいと思います。あきおちゃんへって書いてあります。サンタクロースの絵が書いてあります。なんか硬いものが入ってる。あきおちゃん、メリークリスマス。いつもステージやラジオ、民謡に演歌にいろいろなことにチャレンジしているあきおちゃん、素敵です。これからも体に気をつけて頑張ってくださいね。寒い冬、喉を大切にしてほしいです。おすすめのネックウォーマーを送らせていただきます。よかったら使ってみてください。これからもよろしくね。いつもありがとうございます。あやよりと、お手紙いただきました。あやサンタクロース、ありがとうございました。早速今日から使わせていただきたいと思います。以上、矢島明夫でした。明夫ちゃんからクリスマスプレゼントが届きました。開けてみます。サンタクロースのラッピング、嬉しい。お便りが入っていたので先に読んでみたいと思います。小田城さんへ、いつもお世話になっております。今年もクリスマスがやってきました。あっという間に12月、寒い日が続きます。そんな時は湯船に浸かってカラフルなバスボムのいい香りで温まってください。こうやってお手紙を書くのは久しぶりです。小田城さんには初のキングレコードカレンダーの時から優しく接していただき、いつも相談に乗っていただきました。アドバイスとても感謝しております。心強い先輩です。これからもよろしくお願いします、ということでお便りいただきました。箱の中身はバスボムでした。いやー、もうね、箱を開けようと思った時からいい匂いがこちらに伝わってきました。最近ゆっくりとお風呂に浸かっていなかったのでとっても嬉しいです。いつも気にかけてくれてどうもありがとう。素敵なクリスマスを過ごしてください。以上、小田城直子でした。どうも皆さん、こんにちは、坂崎森博です。さあ、今回クリスマスということで、僕は直子さんからプレゼントをいただきました。じゃーん、入れ物が可愛いですよね。さあ、早速中開けていきたいと思います。何かな。お、中がこんな感じです。直子さん何くれはったんやろ。お、何、お、何ですかこれは。おお、風呂敷ですかね。風呂敷だ、お、素敵。これ着物とかに使えますよね。着物入れたりね。ありがとうございます。そして出ました、都の塩、ありがとうございます。さあ、お手紙をですね、読ませていただきたいと思います。坂崎くんへ、いつも大変お世話になっています。頑張りすぎる坂崎くんなので、体に気をつけてこれからも無理せず頑張ってね。いつか一緒の舞台に立てる日をとても楽しみにしています。これからもよろしくね。
クリスマスプレゼントは何にでも使える大判風呂敷と私の父が作っている自慢の宮古の塩です。ぜひお料理作りに使ってもらえたら嬉しいです。お父様が作られてるんですね。ありがとうございました。お手紙もありがとうございます。いやー最高ですね。いつか一緒に舞台立ちたいですね。ぜひこれからもよろしくお願いします。小田城直子さんありがとうございました。以上坂崎森博でした。いかがでしたでしょうか。プレゼントを贈り合うってとっても素敵だなって改めて思いました。温かい気持ちになりました。皆様も素敵なクリスマスをお過ごしください。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。